まあまあ大きい敗戦だと思うんで、やっぱりね、こういう新しいチームって勝っていくことで自信だったりチーム力みたいなのってつけていけると思うし、もうこれじゃないですか、このこういうの味わって跳ね返していけるかどうかっていうシーズンになると思うんで、まあ、そんなに簡単に勝たせてくれないですし、正直だから、まあ本当にね、今日のこの一発目の負けからどれぐらい学べるかっていうところ、その気持ちの部分でやっぱ強くいけるかっていうところは、まあ明日まただし、それがシーズンにつながっていくんじゃないかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。去年はね、本当に優勝、まあ、どっちかというとしなきゃいけないっていうような思いでやってましたけど、なかなかこう追い求めてそれをこう取れるようなものじゃないっていうか、結果よりやっぱりそこに至るまでのプロセスとかの方が大事かなっていうのは昔から結構思ってるんで、それがずっと積み重なって最後結果がそれだったらなお素晴らしいっていう。なかなかこういうチームがね、出来上がるっていうのは難しいことなんで、本当に、まあ、一人一人やっぱり選手はね、あの試合にも出たいし活躍もしたいだろうし、いろいろ思いもあるのは、まあ、僕も、ね、現役やってたんで分かるんですけど、だからそれをみんなね、押し殺しながらというか、チームのためにいろいろ働いたり動いたりとかっていうのが全員できたこのシーズンだったので、本当にみんな苦しかったと思うし、でも本当チームのためにみんなよく頑張ってくれたなと思います。はい。もちろんエースもいて、周りを支える選手たちもいて、まあ、いろんなその役割が全員にあると思うんですけど、試合に出てる選手だけがゲームしてるわけじゃないから、やっぱベンチで盛り上げたり声かけたりする選手だってもちろんチームのそのゲームに関わってるし、自分絶対出たいし点数も取りたいし活躍もしたいしっていうのは、まあ、もちろん全員持ってて当たり前だと思うんですけど、でもやっぱりそのそういう、こう一つのことをやっぱり成し遂げたり、やっぱ応援してもらえるっていうチームを作んないと、結局このクラブ自体が長くこの先何十年も続いていくためには、やっぱそういう文化を早い段階でこうどんどん作っていって、ブレックスってやっぱこういうチームだよねってもう誰が見ても思ってもらえるようなものをやっぱカルチャーとしてこうなんか残していくっていうところが、まあ、すごい重要だと思ってるんで、だからまあそこをこうどう作っていくかっていうのをやっているっていう感じですかね。基本的にもう仕事がメインなんで、バスケットっていうのはもうそのついでというか、もう趣味みたいな感じの捉え方というか、営業で飛び込みとかもしてましたし、そういう時にやっぱ自分が目標としていたところとのこうなんか現実との差みたいなのをやっぱりこう思いながら仕事したりとかもしてましたし、ね、練習もだからなかった分、自分でその仕事終わった後普通にジムと契約してトレーニング行ったりとか外走ったりとかでやって、また朝もう6時ぐらいには起きたり、なんか準備してまた会社行っていろいろ準備してみたいな、まあ当時は辛かったですね。もうストレスも尋常じゃなかったです。いろいろ厳しい状況だったし、まあ、来たくても来れない方もいっぱいいたと思うんですけど、そういう中でも最後まで一緒に戦ってもらって、本当に感謝してもしきれないというか、
それがだからその経験ですかね。社会人やったりどうやって働いたらお金、働かないとお金もらえないかとか、まあ、基本的に人間って、まあ、お金じゃないですか、生きていくのって。そのいうお金を僕らのために割いて、時間も割いて試合を見に来てくれてて、まあ、それはその方たちからしたらもしかしたらそれが自分の生きがいなのかもしれないけど、僕らはこのバスケットが生きがいでそれを やっててお金が発生していることに対しての責任みたいな部分、好きなことを やらせてもらっているからっていうのも感じるのは、そのできなかった時があったから。ちょうど僕らがこうアシスタントコーチになった時って、それこそブレックスアリーナにお客さんが半分も入ってるぐらい、ちょうど優勝してからまた弱くなってきた時期で、多分ブレックスが本当にもがいてた時期で、だから龍蔵さんの中にもこう多分その戦えてないチームがいるっていう根底が多分一緒っていう、まあ今よく言われるブレックスメンタリティっていうところが、まあ本当に そこからなんていうんですかね、そのちゃんと俺と龍蔵さんの中でも合致してるし、どうせ弱くなんだっつってファンがいなくなって、でもまあ僕らは粛々とこうなんかやることやって見てろよと思いながらっていう状況でした。本当に応援されない時期も正直あったんで、うちのクラブ自体がやっぱりこう人が頑張ったり、人がそのチームとしてまとまろうとしてるのを見ると、やっぱり応援したくなるし、それで負けたからといって、じゃあそれが失敗だったかといったら全然そうじゃない。そういうのを見せないと、価値がない。僕らのそのクラブ自体の存在してる価値がそのないくなってしまうというか、それはだからプロとしてイコール失敗失格っていう風になんかすごいこう思うんですよ。このクラブ自体を発展させていけるっていうのは、まあ、常に思ってるところであるんで、まあ、最初からやっぱり僕お世話になってるし、その分やっぱりこのクラブに対してもこの地域に対してもこう何か返していきたいっていう思いは強いかもしれないですけどね。おはようございます。だから最初の方とかってやっぱこうヘッドコーチってこうしてなきゃいけないとか、あの練習とかもこう指示出したりとか、なんか悪いとこあったらすぐピュッて止めてなんかこう修正したりとかしなきゃいけないみたいな部分がなんか自分の中であって、そこはだから難しいですね。正直信頼されてるかどうかっていうのを測ることってなかなか難しいじゃないですか。だからまあ僕も選手信頼してますよって言ってるけど、それを選手たちがどう感じてるかっていうのはわからないし、だから僕も信頼されてるかどうか正直あのわからないですし、まあでも一人でその信頼を全て勝ち取るっていうのは僕はもう無理だと思う。正直ヘッドコーチと選手だけがあって、アシスタントコーチがそこに信頼がないっていうのもダメだし、逆にヘッドコーチが信頼がなくてそのアシスタントコーチと選手たちだけが信頼されてるケースもまあ良くないと思うし、でそういう時はね、やっぱりサダとかマッチとかこういろいろ声かけてくれたりとかすると、まあ、選手もやっぱりこう聞いたりとかするし、やっぱり3人ともそれぞれの考え方があるんで、やっぱりこうちょっとずつニュアンスが違ったりとかっていうのも僕は全然いいと思ってるんですよ。その方向性が一緒であれば。このチャンピオンシップの1ヶ月はいろんな意味でまあこうギリギリだったというか、精神的にもやっぱりまあね、
なんていうのかな、追い込まれていったというか、もうありもちろんありますし、まあ、それをね、さっさと町田がこう隣で支えてくれたから、まあ、このシーズン乗り切れたっていうところがあるんですけど、まあ、メンタル的にそんな強くないですしね、正直、まあ、人間なんてみんな弱いもんじゃないかなって思ってるんで、なんか一人では誰もね、生きていけないし、だから、まあ、そういう部分を、なんていうのかな、見せていい時は見せてもいいかなと思ってますね。まあ、そう言ってもらえるのは、嬉しいのは嬉しいですね。やっぱアシスタントコーチとしては、はい、まあ、それが一つの仕事だと思うので、まあ、逆に言えばもっとまあ、去年の結果も含めてね、もっとアシスタントコーチとしてもできる部分があるんじゃないかと思って今もやってますけど、まあ、でも、はい、よく、まあ、3人でも酒飲みながら話とかするっていうのができる関係なんで、そういうのが、まあ、龍造さんの一つこう気持ち的にも楽にさせてあげられてるんであれば、すごくいいことかなとは思ってますけどね。その龍造さんがそのなんつう弱いっていうか苦手な部分とかも、まあ、そんなのみんなあるじゃないですか。まだその一人でやる限界っていうのがある中で、まあ、龍造さん もう今ある意味こう自分のやるところとそのここは任せてくれるっていうところをやらせてもらってるんで、うまくいってるかっていう評価はまだできないですけど、悪くはないのかなっていう、はい、ところだと思いますね。その最初になった時に思ってたヘッドコーチってそういうの全部追わなきゃいけないとか、自分が全部やらなきゃいけないみたいな部分っていうのがもう今は全然ないですね。むしろやってみたいな。It's time for me to let go of this heartache and see the world once again, the world like it was back then。 新しいチームになってやっぱり初めの勝利っていうのが、まあ、遠のけば遠のくほど自分たちがやってることにこう疑問を持ったりとかすることになるんで、まあ、こういうね、早い段階でしかも川崎さんから勝てたっていうのは本当に今後をこう見てもかなり大きい主張だと思います。後ろから帰ってきたやつがつくのかしかコミュニケーション取れる。今のやつとかもう最後エンド1回開くから、まちゃんまちゃんまちゃん、チームがその周りの人に評価されてるなって感じる時ですかね。やっぱり個人、誰か個人じゃなくてチームが応援されてるなって感じる時っていうのは、やっぱりこのチームを率いてて幸せだなと思います。ファンの多さとかそのチケットが全部売り切れるとかっていう時も、やっぱり僕らの試合見に行きたいんだなって思ってもらえてんだなって思うし、そういうのですかね、なんかね。